平野紫仕様のルイ・ビトミ衣装が即完売。経済も回す男として話題沸騰。元キングプリンスへのメンバーであり、滝沢秀明氏が設立した新会社、飛べに参加した平野紫仕様26が、その洗練されたファッションセンスと経済への貢献ぶりで話題となっています。 彼は最近行われた YouTube 製配信で全身ルイ・ヴィトンの衣装を身につけて登場しました。この衣装は合計で120万円以上もの高額アイテムで構成されており、ファンの間では驚きと簡単の声が広がりました。さらに驚くべきことに、配信翌日にはルイ・ヴィトンのオンラインショップで着用アイテムの一部が即座に完売しました。 これは平野市用の影響力の大きさを物語るものであり、彼が経済も回す男として注目されている理由の一つです。パラグラフ1、平野市用、新会社、戸部に参加。元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、戸部に合流した平野市用に注目が集まっています。 平野は7月7日に飛部に合流し、その後の活動でファンの間で爆発的な人気を獲得しました。彼はわずか3日と17時間半でインスタグラムのフォロワー数が300万人を突破するなど、その勢いはとどまることを知りません。パラグラフに、ルイ・ヴィトン衣装の着こなしとその魅力。 平野紫仕様は YouTube 製配信での登場時に全身ルイ・ヴィトンの衣装を身につけていました。その衣装には水色のシャツ、ガラパンツ、デューツなどが含まれており、その総額は120万円以上にもなります。彼のルイ・ヴィトン衣装は高級感と洗練されたスタイルが見事に調和したものであり、多くのファンから絶賛されています。 パラグラフ3ルイ・ヴィトン衣装の即完売とヒラの仕様の影響力。配信翌日にはヒラの仕様が着用したルイ・ヴィトンの衣装の一部がオンラインショップで即座に完売状態となりました。ファンたちは彼の影響力の大きさに驚き、彼が経済も回す男としての地位を確立したと考えています。 ルイ・ヴィトンのカスタマーサービスは衣装の在庫状況について説明しましたが、それでも平野仕様のファッションセンスが人々に与える影響は計り知れません。パラグラフ4、平野仕様の成功と将来の展望。平野仕様の洗練されたファッションセンスと経済への貢献ぶりは、彼の成功と将来の展望に大きな影響を与えています。 彼の加入した新会社、トベは、若手クリエイターやアーティストを支援することを目指しており、平野の存在はその理念とも一致しています。彼の今後の活躍がますます期待される中、彼がファッション業界やエンターテイメント業界にもたらす可能性は非常に大きいと言えます。結論、平野仕様のルイ・ヴィトン衣装が話題を集める理由。 ヒラの仕のルイ・ヴィトン衣装が話題を集めている理由は、彼の洗練されたファッションセンスと経済への貢献ぶりにあります。彼が着用したルイ・ヴィトンの衣装は高額なアイテムで構成されており、その魅力的な着こなしは多くの人々から賞賛されています。また、彼の衣装が即座に完売したことは、彼の影響力の大きさを物語っています。 平野の仕様は、経済も回す男、としての評判を築き上げ、ファッション業界やエンターテイメント業界においても、さらなる成功が期待されています。彼のファンたちは、彼の活躍を見守り、彼の魅力的なコンテンツに引き続き、期待を寄せています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。